教えてください、この世に生きとし生けるもののすべての命に限りがあるのならば、海は死にますか、山は死にますか、風はどうですか、空もそうですか、教えて。ください。私は時折苦しみについて考えます。誰もが等しく抱いた悲しみについて、生きる苦しみと置いてゆく悲しみと、病の苦しみと死にゆく悲しみと、今の自分と。この世のありとあらゆるもののすべての命に約束があるのなら、春は死にますか、秋は死にますか、夏が去るように冬が来るように、みんな行くのですか。わずかな命のきらめきを信じていいですか。言葉で見えない望みといったものを、去る人があれば来る人もあって、駆けてゆく月もやがて「何は今中で」
教えてください。この世に生きとし生けるもののすべての命に限りがあるのならば、海は死にますか、山は死にますか、春は死にますか、秋は死にますか、愛は死にますか、心は死にますか、私の大切なふるさともみんな言って「海は死にますか、山は死にますか、春は死にますか、秋は死にますか、愛は死にますか、心は死にますか、私の大切な」Let's go.